温泉券。温泉券でもまあ今温泉券って言い出してその大分ぐらいですよね、温泉として温泉券って言ったらもう全国の群馬かなんか、これな言い出した時群馬かなんかがもう言い出したんですか。言い出したっていうか、うん、うちも温泉券やし、うん、草津があるやん、はい、って言ったけど、うん、やっぱ先に言ったもん勝ちやき大分勝ちです。まあまあそうやな、まあっていうか群馬も草津やらあるけど大分もあちこちに、はい、あ、では向こうも火山があるけどな、なんかね御嶽山がこれ何死んだやなんか 水蒸気噴火みたいなやつ。浅間山、浅間とかも、あれは浅間は長野かな、まあ、もう、うん、繋がっちゃうな、うん、だからあの、そのゴルフにまずこの社長になるじゃないですか、うん、ゴルフ行かない悪いじゃないですか、もし、まあ、万が一その付き合いがあったら、まあ、そこでもダメやけど、やっぱあれですね、人付き合いがやっぱ、なんかゴルフのプレー内容はすかんというか、もうめんどくせえ。プレー、いやまあその今話してもうまくならんじゃん、分け、はい、とき、はい、まずその時点でもしね、下手くそやけど、試してん、はいはいはい、あとなんかこう、まだゴルフ、競技が好きで塩飲んだらいいよ、はいはいはい、そういうスポーツが好きで。はいはいはい、ああいうなんかこう気を使ったような、うん、うん、まあ確かにそれは俺ゴルフ時結構見るのは好きなのよ、はい、あのああやってサウナとか行ってテレビやって、はい、以上の人とかゴルフとか流しやん、女子ゴルフとか最終日とか、はい、見ようって面白いんよ、うんうん、もう最近野球見るよりゴルフ見ようって面白いし、 あれこどっから降りるんだったんですかね、こっからですか、ここだったかな、いや手前でよかったんや、これ大丸だな、ちょっと、ああ、そう、受けるのは受けるっす、でも住宅地受けるっすよね、うん、すげえな、すげえ、あれ薪プライベート薪やか、あれ、あ、そうやろ、今薪ストーブ持つ人が多いね、あ、結構、うん、結構普通の人でも持っちゃうよ、いや高いっすもんね、うん、で こっちからもらえた、こっちの方が後々電気代らかからんや、はい、薪も高いやろ今、こじゃれちょうすね、こじゃれちょうもみんないい車乗っちゃうな、うん、ジープが多いな、ジープ、うん、やっぱそういうとこ行き着くんですかね、行き着くんやろな、うん、やっぱほら、どんな、それこ競争ない、はいはい、それこ競争ない、競争なんですか、うん、あっちのあれ買ったでって言って、うん、向こうがベンツの SUV 買ったら、こっちは BM の SUV で、ね、ああ。バイクだむなしいな、バイク先行ってくれやんか、ああそうな、バイク先行かせよう、あ、こっからも降りるな、これ降りたら急なやつ、あの怖いところ、怖いところあれ普通に行ったら怖いですよね、怖いよあれ、いや、でもようこの車で一気になっちゃう、はあ、こう、もう俺は初めはあのデキ君の夜中撮ったやん、はい、俺結構怖いかと思うの、はあ、やっぱもうやっぱ冒険家なんでしょうね、はあ、いや、この辺の人ってこれ大きい車乗ってあげっこ行くんかな、いやでもこう軽かな、いやこれなんならな、いやそれとは分かるんですけど、うん、ジムニーとかでな、いや、びっくりするもんね、あれ一回でだって綺麗にし、坂橋やし、みんな大きな車乗っちゃうけど、でも車高とか落としたら絶対ダメだもんね、あんな軽ならな、別に何とも思わんけど、うん、あ、夕方なしかかるよ、あ、そっか、どうやろな、チョルチョルワイドって何時やったの、あれまだしようんかな、ナシカ大賞に選ばれたことが分かり、はい、疑問が解消されました、改めましてナシカ大賞ありがとうございました、おめでとうございます、今後も時々私の周りで起きるナシカに敏感になり認知症を止めたいと思います、これだ、ぜひ敏感になってください、え、こんなんやったかな、どんな感じやったかな、こんなんやったかな、もうちょっときつかったような気がしたけど、え、俺もそう思う、いや、降りるとこ間違えたな、もう一個あったんかな、それか、あっちから降りるとき違う、まあまあまあ、ここも結構な。ありがとうございます。
結構な坂ですよ、うん、うわ結構八幡小八幡小かなんかわからんけど、あ、小学校の前に出るやん、学校確か急カーブ、あ、じゃあここでいいか、多分、うん、確か前小学校やった気がした、あ、そうやった、多分これよ、うわ急な坂ですね、怖えね、怖い、あ、これや、あ、そうだそうだ、これだ、これバイクは結構これやばいんですよ、やべえやろ、うん、これバイクの方がやばいんですよ、これいやバイクって想像したら怖え、怖い、生きらん俺、おお、こう下が見えないっていうのが、うわこれもきついな、でももう、うわここはこれ、これスクーターとかバイクやったら生きらんよ、いやいや怖い怖い、先日の朝食の時のこと、上りの方がな、はい、うん、上りもね、こう上がりきらんと怖いですよね、うん、そうやな、止まったやな、ね、トマトが生きてたというと主人が紐を付けとか緩めてか悪いんやな、そうですね、思わず二人で大笑いしました、いいですね、平和なご家庭ですね、紐付けしてパンと逃げていくぞ、なんかお互いの優しさがいいね、いや昔では田川もいいけどね、はい、ミニトマト、お腹いい、はい、おかん上にあってた、はい、そう、バックで上がらな悪かったんや、はい、今ぐらい角度で、はい、で初めこれ、道も攻めえよ、はい、これ怖えのちょもって、ミニトマトってミニトマトが流行る、もう何回から行き出したかも、初め小雪、うん、ちょっと攻めえかなと思って、一回緩むやん、うん、終了してる、多分ね、坂道走ってるぞ、はいはいはい、急角度やけ、はいはいはい、プチトマトって言われて分かる人は2007年より前に、そうやな、プチトマトって言うから今何て言うんですか、分かるミニトマト、まあ、ミニトマト、はい、俺プチトマトって言うかな、子供の頃はねかったけど、あれが出だした頃は、プチトマトはやっぱ弁当に入れるのでありがたいですよね、弁当やな、たまに買うじゃんね、年になんかあのどこで売るやん、コンビニとかで、はいはいはい、じゃつまみに、うんうんうん、あれとチーズ、うんうんうん、わしは一人でソファーに寝転び、わし何しよったっけということになると、まあなかなか思うようにはいかんらしく、奥様もその途中で判断できるんでしょうね、ここはやっぱ渋滞するな、ここはね、立ち上がらないように、抜け道やしな、じゃあ違う、日露に逃げた方がいいかな、日露、あでは後半もまだまだ紹介していきます、八鹿酒造よりお知らせです、八鹿酒造自体が皇族の親戚ですかね、いやそのことね、OBS タワーフェスタ会場の若草公園に八鹿酒造がブース出展いたします、なんかの親戚がなかったんですかね、なんか有名な人の、本当、うん、確かそんなはず、麻生さんかな、ああかもしれない、まあ、名字確か麻生さん、その時麻生、その一六となんとか何パなんとか八の、うんうんうん、どっちかが麻生一六かなんとかパチだよ、うんうん、おお、八鹿酒造の直営オンラインショップで買うことができます、はい、この季節に飲むナシカ、また格別ですからね、皆さんにもいろんな飲み方で楽しんでいただければと思います、はい、さあそれでは後半もナシカを紹介しましょう、はい、おはがきをいただいております、日田市ボンちゃん、ありがとうございます、67歳男性の方です、こう暑いと暑かないとの奥さんから何かよ、何かよ、シンプルシンプルな、マジ中華のカニ貝はね、その具材に使われてる可能性もある、ちょっと聞いたしますよね、
町中華って言うじゃないですか。ああ、よく聞くな。あれ、なんですか。